はい、どうも皆さん、こんにちは、レッドです。はい、ということでね、はい、モンハンナウリリースおめでとうございます。はい、ということでね、初日からもうドハマりしちゃってるんですけど、はい、まあ、早速ね、最初のドスジャグラスの初見プレイちょっとご覧いただきました。はい。さてさて、ドスジャグラスをやっつけるなんてすごいにゃ。やはり君には素質があるね。この調子でまずハンターランク11を目指そう。そこまで行けば一人前だ。さあ、ということでね、まあ、ストーリー的には、はい。まずハンターランク11をね、目指していくことになるんですね。さあ、ということで、今ね、最初ドスジャグラス討伐したので、はい。報酬をね、受け取っていきたいんですけど、おっと。移動速度が速いため、プレイを制限しています。って出てますね。あ、ちなみにこれアフレコ実況になるんですけど、これこれ今朝撮って、普通に屋内でやってたんで、移動してないんですけどね。なぜか、運転者向けのちょっと注意喚起が出ました。さあ、ということで、ハンターといえばお供がいてこそ、このアイルを君のお供にしよう。さあ、狩りのサポートから雑談アイテム、あ、ちょっと飛ばすの早いです。ちょっとすいませんね。早く進めたくてね、もうどんどん行っちゃってますけどね。まあ僕らは僕らでハンターランクを上げるにゃ、ということで。まあ、クワリリさんっていうね、人が出てきてるんですけど、はい、ハンターランク3にアップしました。さあ、クワリリさんと一緒にね、この世界の異変を調査していくっていうストーリーになるみたいですね。はい、ということでね、最初のチャプターこれでコンプリートになります。はいね、最初ね、ちょっとキャラメイクとか、あと、ちょっと小型モンスターを倒したりとかっていうのもあったんですけどね。はい。まあ、ちょっとね、とにかくね、もう高速でプレイしてたんで。もう出だしね、もうドスジャグラス戦かなってことにしちゃいました。はい、ということでね、プロローグ2ってことで、はい、次は、小型モンスターを3体討伐するっていうことになりますね。で、はいはい、体力回復。そう、すでに何回か戦ってるんで、そう、ちょっと体力が減っちゃってるみたいなんですけど、はい。画面の右下ですね。右下のアイテムっていうとこから、ここですね。はい。ここから、そう、アイテムを選択して、まあ、いつでも回復できますよっていう感じですね。で、まあ、今みたいに、これ、応急薬10個あるんで、まあ、結構応急薬優先でね、まあ、使っていくってことになるかなと思います。で、あとは、アイテムは、ショップで、まあ、普通に買えるんですけど、まず、デイリー支給品ってのがありますね。で、これ今日の分で、応急薬5個ですかね。そうですね。はい。まあ、これ多分、毎日応急薬5個が多分もらえると思うんで、はい。まあ、困った時はね、もう応急薬から、まあ、優先的に使っていくっていう感じでいいと思います。で、あと、ショップは、まあ、課金要素も、まあ、一応あるんですけど、右上に200って出てる、ジェム、をゲットできてて、まあ、基本的にはそれを使って、まあ、回復薬とか、あとこのペイントボールとかね。はい。まあ、この辺を買っていくっていうことになりますね。で、このペイントボールですよね。これ。いや、マジで、これ1000個欲しいです。1000個欲しい。出だしから。いや、今はまだね、モンスターの数も、まあ、13体ってことでね。まあ、そこまでまだ多くはないと思うんですけど、まあ、今後増えてってね、すごいレアなモンスターとかが出てくるとね、本当にもう、ペイントボールないとちょっと、ね、困るよみたいな、そういうことにもなりかねないんで、本当にペイントボールは今のうちから集めていきたいですね。さあ、ではでは。まあね、大型戦終わったんで、ちょっと小型モンスターもね、行ってみますかね。うい。地味に食らってきましたけど。はい。はい、ジャグラスくんですね。はい。いやー本当にね、ワールドを思い出しますよ、これ。1、2。これ意外と攻撃してこないですよね、小型は。まあこれ基本的に狩猟はタップで攻撃で、スワイプで、まあ、ロールで回避みたいな、そういう感じで、もう本当に親指1本で、まあ親指じゃなくてもいいんですけど、本当に指1本で、ね、かなり快適にプレイできましたね。はい。で、マップがね、もちろん現実世界のね、地図に対応してるんですけど、この地帯がね、今んとこ3つ出てて、森林、砂漠、沼地っていう感じになってますね。まあ、結構色分けもされてて、ね、わかりやすいですし、
あと地帯によってね、出るモンスターとか、あとは素材とかも変わってくるのかな、多分。まあ、今後もね、いろんな地帯が、まあ、追加されたりとかね、まあ、してくるかなと思うんで、その辺も楽しみですよね。さてさて、ちょっと進めてたんですけど、これ緊急クエストっていうのがね、来ました。はい。さあ、クルルヤックになりますね。さあ、早速行きたいと思います。さあ、というわけでね、まあ、序盤は基本ずっと片手剣っていう感じになるかなと思います。さあ、そして、ほい、ガードと。で、モンスターはね、今みたいに、攻撃の直前に、全体が赤く光ってね、はい、警告が出るんですよね。なので、その辺も結構、はい、今みたいな感じですね。これもかなり分かりやすいですよね。ほい。さあ、ロールで回避していって、はい、ワン、ツー、スリー。さあ、もうちょいですかね。ほい。おお、ここはガード。で、ガードは、タップではなく、長押しですね。はい。多分 0.5 秒ぐらいかな。0.5 秒ぐらい長押ししてるとガードになるかなと思います。はい、ということで、さあ、クルルヤックも討伐していきました。さあ、45秒ということで C ランクでしたね。はい。で、特製剥ぎ取りナイフがジェムを消費して、報酬の数を倍にすることもできますと。はい。じゃ早速ね、はい。この右下に出てるやつですね。でこれを、じゃ使ってみましょうか。ほい。さあ、ということで、まあ、報酬今4個出てたんですけど、すべて数が2倍になったということですね。これもね、使いどころを見極めて、まあ、使っていくといいのかなっていう感じですね。これってクリア画面で報酬、何が出てるかを見た上で、使うかどうか決められるってことなんですよね、多分。さあ、ということで、ハンターなんか早くも4です。さあ、ただ目標は11なんでね。さあ、そして、装備強化が解放されました。ハンターランク4で解放ですね。さあ、一人前を目指して。ということで、早いな。チャプターコンプリートしました。はい。そして、早くも次のチャプターですね。はい。もっと強くなるには強い武器や防具が必要だにゃ。さあ、ということでね。次のチャプターのメインターゲットは武器の強化、で、最終ポイントの採掘でモンスターの討伐。ということで、まずね、一番上の武器の強化っていうのをね、じゃあやっていきましょうか。もっと強いモンスターを狩猟できるように装備を強化するにゃ、と言われています。はい、ということでね、範囲内にある最終ポイントは、まあ、タップで採取できますね。で、さらにですね、自分で、採取しなくても、このお供が常にね、見張っててくれるんで、はい、アプリ、立ち上げてない場合でも、多分、自動で回収してくれるかなと思いますね。さあ、それでは装備強化行ってみましょうか。まずは武器です。そのハンターナイフ1っていう片手剣、これがまあ、初期装備なんですけど、はい。さあ、この画面で装備のステータスを確認できますね。さあ、ということで、レベルアップができるみたいなんで、さあ、ここをタップして、じゃあ、レベルアップしていきましょうか。はい。で、現在のステータスと、右側にですね、強化後のステータスも表示されてますね。はい。で、鉄鉱石が2個で、ゼニーも必要なんですけど、まあ、素材揃ってるんで、じゃあ、レベルアップしていきましょうかね。はいよ。おめでとうにゃ。ということで、はい、武器レベル2に上がりました。さて、次また鉄鉱石がね、2個必要なんで、まあ、また、ね、素材揃ったらレベル3に上げていきましょうかね。さあ、ではでは、小型モンスターもね、討伐していかないといけないんで、はい、討伐、はい、終わりました。早いな。さてさて。さあ、もう一体ですね。はい。まあ、基本的にね、小型はなかなか、あんまり攻撃もしてこないんで、多分、3、4発当てれば、大体は倒せるかなと思います。さあ、ということで、はい。ターゲット全部クリアして、お来ました。さあ、お次の緊急クエストということでね、はい。プケプケがね、やってきました。はい。さあ、というわけでね、じゃあ、次回ね、
このケプケの緊急クエストからねやっていこうかなと思います。はい、というわけで、ご視聴誠にありがとうございました。はい、今回はねモンハンナウパート1ということでね、まずはドスジャグラスとクルルヤックですね、そっちの初見プレイをやってきました。はい、でハンターランクは今4まで上がってますね。はい、まあ、とにかくねまずはハンターランク11まで行ってね、初心者卒業しないといけないんで、はい、今後もガツガツ進めていきたいと思います。はい、というわけで、この動画が良かったと思った方はぜひとも高評価とシェアをよろしくお願いします。そしてですね、モンハンナウ今後もどんどん進めていくんで、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね、レッド&バイオレッドチャンネルでは、モンハンナウ以外にもサンブレイクの方の実況動画も上がってると思うんで、そちらもぜひご覧ください。はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。